さてと、若干トラウマになりつつありますけれども、やっていきましょう。シナリオ A、メリークリスマス。シナリオ2、A、B だな。なんで A から2になっちゃうんだ。ハッピーチャイルド。やってみましょうか。50種類、50種類以上になったんだ。箱舟を発進させる。難易度に。まあ、難易度。前やった時でも結構余ったんだよな。まあ、今回もツバメカッターを使って頑張ろうかと。いいよな、そんぐらい。うん。ハッピーチャイル。ツバメカッター強えんだ。もっと強えの出てくんのかな、途中で。ケン、いつまで食べてんだい。また遅刻しちまうよ。本部の裏に住んでるくせに、タイ一番の遅刻王だって噂だね。父さんも天国で泣いてるよ。母さん、大事な相談があるんだ。な、何よ、改まっちゃって。でも今はダメだって、そろそろ隊長からモーニングコールが来る頃よ。ほらね、言った通りだろ。はい。あ、はい、すぐ行かせますから。え？いやね、ベン、おばさんからかないでよ。隊長からよ、本部の2階の会議室まで3つ数えるうちに来いって。3、2、1、5。ほら、早く行きなさい。もうなっちゃったじゃん。続きってわけじゃないのか、また最初からっていう感じなのか。うん。あ、いいわじゃないか。もちろんだよ、いいわ。今回も頼むぜ、岩。うん。コブラツイスト。金は100円か。あ、種、借金すっか、じゃ。まだでも行かねえやな。うん。借金して金作って、あれ違うんだ、最初に借金をできるだけして、あ、どうしようかな。まあいいや、まあ、上行こっか。遅刻、あれでも同じなのかな。ハッピーチャイルドになりましたけどね。クリス、メリークリスマスから。さてと、国の王様もご到着のようだから、早速本題に入るぞ。ほら、ケン、引っ張ってないで入れ。会議の趣旨は分かっていると思うが、簡単に説明しておこうか。いや、みんな知っての通り、この星に8年後ちょうど級サイズの隕石がぶつかる。そう、通称死神、こいつだ。学者先生の予想では、地上の生命を完全に消し去り、以降2万年はどのような形の生物も住めなくしてくださるそうだ。おかげさまで脱出プロジェクトの方は、我々の貴重な休日を奪いながらも順調に進んでいる。さて、問題は箱舟、こっちの方だ。俺の誕生日の翌日だったからちょうど1ヶ月前だ。こいつは忽然と姿を現した。しかもとんでもないメッセージのおまけ付きでだ。メッセージの中身はこうだ。この星の動物を救いたい。ついては動物のオスメス各1匹、それに人間の男女を乗員として1名ずつ箱舟に乗せてほしい。もちろん自ら神様と名乗るやつの頼みなど無視するのは筋のはずだったんだが、どこでどういうことになったのか
連邦はこのヨタ話にゴーサインを出しやがった。おまけに箱舟に乗りたいと言い出すこっちこっちまで出る始末。そう、そこにいるケン、お前のよく知っているあのリンダだ。ああ。彼女は原住民ビーシちゃんとのハーフでもあるし、確かに動物集めにはぴったりだ。口は悪いが無口な女よりマシだろ。性格も悪いから対立はしないぞ。それに今時飯をうまそうに食う。さあもう分かったろ。残るはリンダの花婿男性乗組員1名、経験不問、一切の保証なし。我と思わん者は手元のボタンを押してくれ。強制はしない。以上、説明終わり。説明ちょっと変わってた？原住民っつってなかったの？丸ボタン。これやるしかねえんだ。ケン、一応もう一度だけ確認するが、箱舟はどこに行くのかさえ分かってない。命の保証なんてはなからない。それでもいいんだな。まあよし、箱舟の男のクルーはケンで決まりだ。みんなも自分の業務の妨げにならない範囲でケンに協力すること。以上、解散。よし、行くか。ケン、何ぼーっとしてやがんだ。今頃になって悔やんでももう後の祭りだぜ。さ、気が変わらないうちに箱舟に行ってクルーの登録を済ましちまいな。ケン、紹介しとこう。この方は箱舟プロジェクトの推進のために連邦本部から来られた鎌尾補佐官だ。誰？はじめまして、ケン。あなたが志願してくれて本当に良かったわ。この星の動物たちの未来も、いいえ、人類の未来もこれで安泰。それに私の連邦本部内での地位も大いに安泰だわ。ありがとう。だからカマーなのか。何か私にできることがあれば、当分オズポートのホテルにいるから、いつでもいらしてね。危ねえぞ。もう行っていいんけ。とりあえずできるだけ借金をする。まず開幕からだな。お、皆さん、重大な発表があります。お、ちょっと違う。私リンダとここにいるケンは、動物たちを救うため勇敢にも箱舟クルーに立候補いたしました。どうもどうも。まばらだったの。あ、人が少ねえか。若い二人の行く手には幾多の非常な困難が待ち受けていることでしょう。でも私たち二人なら大丈夫。今から証拠をお見せします。かわいいな。愛があるから大丈夫。きっとやり遂げてみせます。ハート、あ、ごめんなさいね、ケンちゃん。うちの娘ったら昔からいつもあなたにばかり面倒かけて。アンさん、頼むわね、ケンちゃん。たとえどんなことがあってもリンダを守ってやってね。お願いよ。
親公認。例えば PC エンジン版あれ見ました？リンダキューブのサフコンとこがちょっと気になってどうなんだろうなっていうのを見て400あれでしたね。なんだっけな、サエバリョウだったっすね完全に声があのあれでしたね、神谷明さんでした。ほんでリンダのとこ行ってほんで50匹なんだな、ちょっとハードルが上がるわけですね。下かいないな、まだ出てこないのか。商人あれ今座ってた、あ、人がいる、ミナゴ。これ、あれこれ解体屋があんのって、ここ、あ？これただあれか、緑の人なだけか。うん。買うで、あれ？あ、ここじゃねえな。ちょ、一旦切ります。ここに解体屋があるだけか。ここか。ここでネズミのメスを変えるだけ。25匹。んで、どこだっけ、リンダの、町行って、解体屋にひたすら解体する。で、ツバメ買った後、なんだっけ。お、いる動物、うん、金を作るとていうかこれあれじゃね、お母さんじゃん、うん、あ違うのか、墓参りしてんのかと思った来たあ、よし、やってみよう。頼みます。これ最初出るみたいです。で、次に6000円か。これ確定みたいですね。金塊なんか1回も出たことね。出るやつ決まってんだろうな。うん。あとはツバメカッターを出してもらって、余ったツバメカッターを売りさばいてっていう。だいたいこれが2分1ぐらいでツバメカッター出るはずなんですよ。自分の分と、だからリンダの分残した後売るか。チンハンゴールド。くぅ。ハイエナがやってくる。ほんで、あと犬飼いますか。もう一体。前回はコロだったんで、今回は丸ですね。2分1、3分の1ぐらいか。2分の1から3分の1ぐらい。うん。あれ、出ねえ。全然出ねえ。出た出た、まあ、体感そんぐらいだと思うんですけどね。うんよしよし、まだいるんだ、あと5匹か、もう1個ぐらい出てくれたら助かんね。おお、もう出る出る、よくてあと1個ぐらいかな。腑に食わかないで出たな。ラスか、オッケーオッケー。金作1回ぐらいで良さそうだけどな。うん、とりあえずこれ装備、リスニードル、リンダの分残して、道具は売れねえのかな、ここ。
フニックステライトな。これはあれですね、かなりいいみたいです。結局何個出たんだ。1,2,3,4,5,6,7,7個か、3分の1ぐらいか。ツバメ買った。いや高えな、さすが。で金塊、オッケー。で犬飼いに行きましょう。犬にもいろいろやっぱ個体値あるみたいで、うん、ちゃんと選ばないとあれみたいです。ダメだなって思ったら変えた方がいいっていう。とりあえず手やりに行かないとな。これ渡れんだっけ。便利だよこれ、絶対渡れねえのにな、うん、見栄え的に。こんなんを前回やって8万になってました。なるほどなと。え、犬上か。犬ください。オスとメスなんだな。ちょっと待って、岩はどっちだ。いいわ、オスか。じゃあメスにしよう。マルで。ほんで、うん、まあマルの方が HP、 うんうんうん、攻撃守りなんかあるんだろうね、やっぱ違いが。最初からお金があるとなんかあれですね、気持ちがいいですね。手形やんだっけ。トゥトゥトゥ、今度はリンダどのタイミングで仲間になるんだろうな、うん、前はあの結構後だったけど、ういっす。うん、やばい、ちった。今度50種類か、まあ、当然ゼロだよな。うん、シナリオ CG はじゃああれなのかな、100種類とか なるのかな、80種類とか。うん、ああそっか、一緒に行かないといけないってことか。そっか、迎えに来てくれみたいなこと言ってたな、それ。リンダ可愛いよな、やっぱな。なんか昔のアニメってああいうなんかタイプの女の子多かったじゃないですか。好きなんですよね。大体ない。向かいか、しゃっくりが。リーナチ行くか、ミナゴ。そう、解体やだべ。あれ、うん、どこだっけ、リンだっけ。あ、ちょ、ここか。確か誰？リンダなら今取り込み中でな、しばらく待っててくれるか。サイコパス。いや、リンダを見てやってくれ。2階にいる。こいつさ、見返してみたらさ、
あの、ま、まだまともだった時っていうか、あのまともに振る舞ってる時、アンはいつも俺の胸の中にいるさみたいなこと言っててさ、あれ伏線だったんだなって考えてすんげえゾッとしてさ。物理じゃん。あら、ケン、着てたの？ちょうどよかった。どう？このドレス。上品で控えめなデザイン。私のイメージにぴったりだと思わない？思うよね。ケン、何もない街だけど、案内してあげるわ。行こう。君がいるさ。イケメンにだけ許されること。いいじゃん、ナナ。あ、お母さん。ちょっと変わったドレスでしょ。これがビースちゃんの伝統的な婚礼衣装なのよ。ビースちゃん、クリスちゃん的な感じなのかな。私が結婚式に着たものなんだけど、リンダが急に着てみたいって言うから。どう？ご感想は。違いました、悪くないです。お笑いでこいつクズ、毒クズだな。まあ、これですよねえ、ケンちゃん。俺はラブだからな、リンダ。かけてもいいわよ。うちの娘、何年もしないうちに私なんかよりずっと綺麗になるわよ。あなたも十分、十分ずが、奥さんも、奥さんもって言うとあれだな。お母さんもね、まだまだ余裕いけますよ。あとなんか PC エンジンはなんか髪の色違いましたね、リンダ。なんか紫っつか、なんかリンダ、とても綺麗だぜ。娘じゃなきゃプロポーズしているところだ。いい感じ、いい親父なんだけどな。これどうなんだろう、あのシナリオが変わったから結構人のあれとかも変わるのかな。かまいたちの夜みたいな感じだといいなって。さっき街を案内してあげるって言ったけど、あれは嘘。あれは嘘だ。ケンに見せたかったのはこの教会だけなの。さ、中に入りましょう。ここでパパとママは結婚式を挙げたのよ。この絨毯の上をパパはゆっくりと歩いたんだわ。このドレスを着たママとね。ねえケン、ちょっとだけ真似してみていいでしょ。お願い。レアン、そして愛する二人はこの井戸の聖なる水に愛を誓うのよ。こんな風に。ケン、何時はリンダをトアに愛しますか。ありがとう。私もはいって言う。でも当分この教会じゃ結婚式は挙げられないけどね。ここ半月ぐらいの間にこの上の金付き堂から3人も投身自殺があったんだもん。最初に飛び降りた女の子の幽霊が今頃になると鐘を鳴らすって噂なの。ほら、聞こえるでしょ。ガチやん。なんちゃって嘘よ、あれは神父さん。でも幽霊を見たって人は何人もいるのよ。本当よ。待て待て、これ全部同じじゃん。ところでケン、この町ってこの鐘が鳴ると門を閉じちゃうの知ってた？え、閉じられたんじゃねえの。じゃだから今日は泊まってってね。私の手料理をご馳走するわ。いっぱい食べてね。いい女よ。それで分かってもらえるはずよ。今後ケンと私のどちらが食事を作るのが無難かね。こいつはラブグイな。そんなこともあったっけな。ケン、お前昔からリンダに振り回されっぱなしだよな。
面倒かけるよな、これから先も。頼むよ、リンダをよ、リンダを幸せに。いい親父じゃない。ああ、寝ちゃった。パパったら飲みすぎなのよ。ああ、俺は生きてるぞ。お前は2階のリンダの部屋で今日は寝ろ。すごいこと言ってたぞ、こいつ。俺たちは下で3人で眠る。今晩は親子水入らずだ。それでよ、朝が来たら。3人で朝が来たら、お前にリンダをくれてやら、どこにでも連れて行ってた。3人で、え、フィウムとアンと、え、誰、もう一人なんかいんの。もうパパ、ほら立ってよ。めっちゃ押してる。ケン、お前はリンダの花嫁衣装でも眺めて一晩中ムンムンとしてやがれ。全部見やがれ。とさ、ケンちゃん、そういうわけだからリンダの部屋に案内するわね。いいんすか、お母さんも。床でもいいんですよ。ふつつかな娘ですけど、リンダをよろしくね。じゃあ、おやすみなさい。親公認か。部屋こんなに余ってるのにな。3人ってあれか、リンダ含めて3人ってことか。あ、そっか、さすがに一緒にはねか。いや、別にだったら別の部屋でよかったんじゃないか。日記、いやー本当はダメなんだけど、えい、はい、これ本当にいいよな。なんか純粋すぎていい。マジラブいいよな、こいつら。あるある。クンクンしながら寝ますか、じゃあ。うん。あれ？何か。これ？あ、花嫁衣装がとか言ってたな。スタイル良いぞ。だいぶスタイルよしこさんですね。あー、これ A エンドの最後に。ん？あ、ケン、まだ起きてる？ほら、あのいびき、どうやってあの隣で寝ろっていうのよ。でもママは平気で寝てるの。さすが夫婦よね。愛だね。これちょっと待って、何が始まるんです。ねえケン、箱舟のクルーに志願してくれて本当にありがとう。それから、何今の音。何、親父が寝返ったって感じじゃねえな。
3、2、1、撃て。よくもぶちかましてやる。3、2、1、撃て。リンダ完了。よし、次は2階だ。いや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 、おいおいおい、ふざけんなよマジで。どうあがいてもあの夫婦は報われねえのかよ。何回俺はタイムリープすればいいんだ。リンダー、エモリ、あれエモリっていた前。エモリラボに必要なのは女の方だっつって連れ去られなかったんっけ。エモリ3日、ミナゴの住人および観光客。うわー、これ繋がってんのか。ちょっと話は違うけど、いなかったよな、そういえば全員ミナゴの村の人たち。あれ何、なんかあのゴキブリみたいな、うん、虫人間みたいな感じなのかな。そう、あれいない、サチコ、サチコおらず東側花壇が、うん、確かおら、おらんですか、うん、なるほど。サチコの殺し文句超かわいいよな。あれに悩殺された人は少なくない。はっ、リンダではない、裸なんだ。え、アンではなく、チュライ解毒カプセル、ウィー、こんなんあるんだな。あ、東って建物出て東ってことか。東ってことは右だな。ちょっと待って、その前によ、幸子ちゃんいますかね。あ、幸子ってここいたよな確か。ちょっと何個買っとくべ、10個ぐらい。あ、変わんねえ。東って言ってたろ。
あ、ここか。ケン君、退院おめでとう。私はエモリー、リンダの担当医だ。青野さんだ。リンダの見舞いに来たんだね。命に別状はないし、傷の回復も非常に順調だ。安心したまえ。すぐに会いたいのはわかるが、その前に君に話しておかねばならないことがあるんだ。実はここに運び込まれた時、リンダの四肢は付け根から完全に切断されていた。うわ、あ、もちろん私は急いで彼女の手足をつないだ。手術自体は完璧だった。だけどね、話の続きはとりあえず見舞いの後にしよう。その方が私も少しは気が楽だ。なんでして、こっちだ、来たまえ。なかったんだよ。リンダの左腕だけがどこを探しても発見できなかったんだ。その代わりに見つけたのが細胞レベルまで相性のいいある死体の左腕だった。お母さんか。私は迷った。しかし医者としての両親が移植手術を決意させたんだ。リンダの退院後の生活を現実的に考えるとね、正しい判断だと信じている。待て、ないのはな。ケン君、仮に君が医者だったらどうしたかね。したと思う。技術があったんなら。そうか。私はね、医者として人間としていつも最善を尽くしてきたし、できることは全てやった。なのに決まって患者には理解されないんだ。おそらくリンダにも恨まれるだろう。マジか。何しろ彼女の左腕は筋骨隆々の黒人男性のものだ。親父の方か。その違和感に慣れるには相当な時間がかかるだろう。まして実の父親の左腕だ。ここでちゃんと実の父親って明言してくれてるのが俺的にはすごい嬉しい。ケン君、お願いがある。リンダの心のアフターケアを君に頼みたいんだ。やってくれるね。退院が決まったら電話するよ。それまでは一頭でも多く動物を箱舟に積むといい。またあれかな、時間経過か。なんかあれもあるみたいです。一定のレベルに達しないとイベント発生しないとかもあるみたいです。君が今彼女にしてやれる唯一のことだからね。今回は50頭だからな、頑張んないとな。先生お願いします。親父やられた時でもすごかったな、あれな。テクノライズのなんかシェイプスが使ってた武器みたいにぽっかり開いちゃったもんな。テクノライズもまあトラウマアニメって言ったらまあ結構なかなか素晴らしい。あ、どうしようかな。前のデータ、これ何個、6個までか。まあ、いや4にセーブしとこう。よっしゃ、一旦切りたいと思います。お疲れ様です。またあれですね、動物集めば。